こんにちは、ふうきまるいわし天狗です。今日はお料理動画ということで、ネットで気になった変わり種お料理、こちらにチャレンジしていこうと思います。今回作るのはうまい棒の明太子味で作る明太パスタということで、まあパスタ茹でるのがちょっと時間かかるので、代わりに焼きそば麺を代用して作りたいと思います。うまくできるんでしょうか。こちらのうまい棒明太味を粉々にして、牛乳 200g とバターを加えて、まずはソースを作るそうです。できましたということで、ちょっといただきたいと思います。パッと見はすごいいい感じなんですけど、ちょっとダメだなって思ったら手を加えて、最後までいただこうかなという感じです。じゃあいただきます。いや、見た目はかなり、明太パスタというかカルボナーラというか、ちょっと黄色がかってて美味しそうなんですけど、いやー、ただね、うまい棒と牛乳バター混ぜただけで美味しいかなーっていういただきます。ちょっと薄いっすね。明太子のあの独特なピリリ感、食欲が進むピリリ感はないですけど、ミルクが多かったのか明太子が少なかったのか、クリーミーな感じはしますね。薄クリーミーなので、もう一手間、ブラックペッパーなのか塩コショウなのか混ぜたら美味しくなるんじゃないかな。この状態で決してまずいって感じではないです。薄いあ、難しい。もう一手間加えなきゃなという、そんな感じでした。塩コショウを加えてみました。カルボナーラみたいですね、見た目は。いただきます。あ、これは普通にうまい、うまい。じゃあやっぱりミルクを少なくして明太のうまい棒を1本増量で塩コショウ少々だといいかもしれないですね。これ普通に出されたら、あ、そういうパスタですかって思うんじゃないかなっていうぐらいの完成度の高いお味に仕上がりました。リーズナブルでこの仕上がりはいいんじゃないですかね。ちょっと明太パスタにはならなかったですね。でも楽しくできたんでいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。